こんにちは、玉置です。今回は東京リベンジャーズのグミ3をいつもの早売りのスーパーさんで買ってきたんで、こちらをワンボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では1月16日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものようにイオンさんなどの大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。コンビニは発売日通りに月曜日に店頭に並ぶと思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは今回はね、ブルーのパッケージとなっております。夜空の感じかなね、せいやだからめっちゃね、なんか綺麗でいいよね。で、前回までは黒とか赤とかね、なんか通り部っていう感じだったんですが、この青がねちょっといいよね、うん、で、相棒の2人がいてマイキーとガイジがおります、うん、で、ラインナップなんですが、まあ、17種類ということで、ここには特には名前は書いてないんですが、まあ、公式のねところには書いてあると思うんですが、いつものようにね、あんまり確認をせずに見ていきたいと思います。うん。ね、ここにちょっと出てるんですが、このね、ダイカットステッカーはめっちゃいいんだよね。うん。なので、ちょっと三谷くんとチフを狙いながら開けていきたいと思います。では、もうね、元に戻して上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので、順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ではね、1個目から見ていきたいと思うんですが、ちょっとね、さっき、見逃してしまったんですが、ここにレア5種ということでね、レアが5種類も入っているんですが、まあ、1箱に2、3枚くらいかな、レアは、うん。運が良ければ3枚くらい入ってるかなって、いつもの感じだと思うんですが、うん。レアがね、誰がいるか確認してないんですが、三谷くんとか千冬がいるなら、そこは出たいかな。うん。では、行ってみましょうか。1個目から。うん。大体ね、この辺とこの辺に前は入ってたんだよね。で、初っ端からレアが出るとちょっと3種類入っている確率が高いんですが、まあまあまあ、んーね、いってみましょう。せーの、ほい。お、ココチ。いやー、本当にこれいいよね。かきおろしだったかな、ですよね。あ、かっこいいじゃん。このさ、なんかちょっと手書きっぽいところもいいんだよね。うん。あー、アニメ塗りもさ、いいけど、この手書きっぽいところ、あー、いい、好き。うん。このさ、こういう、何、デザインもいいし、かっこいいし、あー、これは、全部揃えたいけど、でも、ちょっとね、これは、まあ、いつもね、通り部の方は、一応、三谷くんと千冬をお目当てにということでね、やってるんですが、いきます。せーの、ほい、ポン。マイキー、かわいいじゃん。かっこかわいい。うん。こういう感じもいいよね。うん。で、多分、なんかこのさ、なんかコピック塗りっぽい感じ。割と好きなんですよね。うん。前なんか水彩っぽい感じだったけど、ちょっと色が濃くなったのかな。うん。濃いめの感じで、なんかちょっとコピック感みたいなのが出てる感じ。うん。次。いや、そろそろレア出てきていいんじゃない？せーの、ほい。あ、違ったけど、みつやくんです。お、かっちょいいね。この、あ、紫の感じとかが、めっちゃいいです。うん。こんなデザインなんだ。ちょっとね、イメージカラーのオレンジとかもちゃんと入ってるので、うん。次、あー、そろそろじゃない、そろそろ入ってないとちょっとドキドキしてるよ。せーの、はい。あ、違うね、ドラケンくん。ドラケンくんもこんな感じでいいですね、うん。ちょっとさ、なんかこのネオンっぽい感じがね、怪しいけど、うん、かわいい。そろそろ入ってないとさ、これ1箱ちなみに12個入りですね、うん。じゃあいきます、せーの、ほい。あ、入ってないじゃん。ねえ、カトラくん、うん、こっちのバージョンもいいんじゃない、うん。あ、ここが K ってなってんだね。おお、今気づいた。ちょっと遠目で見るとね、あれだけど、ちょっと顔から先に見ちゃったからさ、うん。え、これもしかして外れ箱か。まあ、外れでも、でも三谷くんとかが出てくれればいいけどさ。いきます。そろそろ白押しが、何が出て、あ、シークレットとかもあるのかな、これ。ちょっとわかんないな、なんかあった気がしないでもないけど、まあいいや。せーの、ほい。お、イヌピー。あ、イヌピーはこんな感じなんだね。ちょっといいね、こんな感じの、うん。ちょっと入社感というか、そんな感じのデザインはね、結構好きなので、うん。なんか前より出ない、前より出ない感じかな。外れ箱もしかして、これ。
いや最近ねだんだんバンダイさんも割と厳しめになってきてるんだよね。ねなんかウェハースとかもさねめっちゃ被るし、せーのほい、お被った、一箱で被るんだ。これはちょっとまあでももしかしたら、まあ、スーパーさんで買ったからね、箱が開いてたから入れ替わってたっていう可能性もあるけど、まあ、大体いじられてないところっぽいところを取ってきたので、まあ、被る可能性もあるということかな。次せーのほい、あめっちゃ被るじゃん。これもしかしてアソートの継ぎ目の箱だったんじゃない、そんな気がする。あじゃあ外れじゃん。外れだ。いやでもこの残りの4個の中にちょっと出てないのが出てほしいな。せーのほい、あ三ツ矢くんとパッカイです。あこんなペアな感じもあるんだね。あやった三ツ矢くん出た。じゃあ三ツ矢くんこれであれじゃない、揃ったんじゃない多分。そんなに種類ね一人のキャラクターでないと思うから、これで三ツ矢くん揃った気がするけど、どうだろう、後で確認しよう。せーのほい、お出たー、マイキーの箱押し。いやでもここに出てるやつだからね、他の方がちょっと見てみたかったな。なんか前もここに出てるやつが出た気がする。次、いやー残念外れ箱だったね。せーの、せめて出てないやつ被らずに、せーのほい、おーかっこいい。これ色合いも好きです。バジさんの青とカジトラくんの黄色がねちょっと緑がかった中間色になって、いやこのね色好きなんだよね。緑っぽい感じ。ペアのやついいね。あペアのやついいな。じゃあラストです。もうこれで終わりです。せーのほい、おーラストにこんなのが来ました。イヌピットココチンです。これはいいんじゃない、これ好きだわ。おーこれはなんだ、普通のレアなのかシークレットなの、シークレットあったっけ。ちょもう一回確認しないとね、あんまり見ないようにと思って、そうなのでちょっとまた確認してみたいと思います。おー箱押しはこんな感じで、いや千冬出なかった、千冬が出なかったね、そういえば。出なかったけど、ちょっとでもこれ嬉しい。あーやった。そしてね三ツ矢くん出ました、こちら。じゃあ地冬が出なかったのでちょっとバラ買いでちょっとね後でライブ配信内で開封してみようかなと思います。ということで開封結果はこんな感じだったんですが、多分ねここでアソートの継ぎ目だと思うんですよね。でかぶっちゃって、まあでも箱押しがね2つ入ってたので、まあまずまずの、かぶらなければまあ普通の箱だったかなと思うんですが、かぶっちゃったのでねちょっと外れの感じにはなってしまったかなと思うんですが、でさっきも言ったんですが、ライブ配信内でバラ買いのものをねいくつか開封してみたいかなって考えておりますので、興味がありましたら遊びに来てくださると嬉しいです。他のジャンルとね一緒だと思うんですが、いくつかねバラ買いのものをまとめてねライブ配信内で開封していきたいと考えております。ということで通り部グミ3の開封だったんですが、ちょっとねこちらグミがね新しくなったということで開けてみましょうか。じゃんじゃん、入ってるかなレアグミ。前回オレンジだったんだよね、なんかグレープ味になったということで、おあ入ってたじゃん、え4つも入ってる。おこんな感じで見えるかな。おーすごいグレープの香りが。とあとこっちね、このバイク見えるかな、ちょっとボケちゃうね。バイク。それでは最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。